万島観光ツアー第19話、始まります。ドリスコルを見逃したところから、スタートです。友軍に銃を向けたものの、発砲までは行かなかったので、お咎めなし。次は北東のタッカー山脈、そこでハフマンの魂を見たという情報が。出撃しようとしたところ、フレデリックが部隊を抜けたいと退職希望。正式に軍属となったわけでなし、構わんよとホムは申し出を受理。来る者は拒まず、去る者はジャンプ。山脈地帯を進むと、情報通り所属不明のバンカーが。紫で統一された機体、間違いなくハフマンの魂。よくも坂田インダストリーの人心を乱してな。正義の刃、覚悟しろ。グループ幹部の一人、ジーンびっくり。あのジャーナリストが言っていた通りだな。あのジャーナリストとは一体。出撃上限は11機。いつものメンバー以外は適当に選出。いざ3機前進。ミッション21、タッカー山脈攻防戦。敵はオルガル7、ラットマウント6、補給車入全15機。遠距離はスケルミサイル、近距離はヘキサファイア2を装備しており、スーファミ版だとライフル一発100ダメージ、そこにミサイル飛来と、なかなか面倒なステージ。DS 住居でも集中砲火されるときついですが、いずれにせよ前進しなければ戦えない。隣接即撃破で数を減らし、奥に陣取るミサイラーまで攻め上がっていきましょう。ラルフおじさんが先陣を切って山登り。一撃90の5連射。強いぜシーキング。その後ミサイルにボコボコにされたので撤退。バッターで格好撃破していき、ミサイラーへ肉薄。痛い。砲撃を許すとあちらも停止したもんだぜ。ではリゾート2で攻撃。めっちゃ打ち出せ。ショートが監視化すると、あとは遠距離と回避でしかレベルアップしないので、攻防はポンポン飛ばし、ミッション21攻略完了です。ハンスが周囲をチェックし、近くにテロリストの根拠地を発見。弾薬の補充と修理が必要だろう。そんなわけでソレイトへ。ああ、たまらねえぜ。今日のアンブッシュには何点もらえるかしら。基本報酬2万、残虐行為手当13,706。鉱山の町ソレイトに行くと、オルソン大佐が先回り。ここをテロ撲滅の仮本部とするだそうです。これで仕事も一区切りだな。ソレイトは鉱山都市、かつてはタッカー山脈の鉱石目当てに賑わっていましたが、めぼしい鉱脈を掘り尽くした後は閑散とした寂れた町になってしまった。そんなわけで廃鉱商が多いのですが、そのうちの一つに最近人が出入りしている。そこがハフマンの魂の根拠地。気づかれる前に行ってこいとの仰せ。ではショップで機体を新調しましょう。シュネッケ製、フルーゲル、アルペジオ、オルガルの改良機にして最終モデル。2089には登場しますが、アルペジオシリーズはセカンド以降には未登場。他のホマー競合機に負けてしまったんやろな。レオノーラエンタープライズ製、ベルザ、軽量かつ高出力、レオノーラの最高傑作と謳われる大人気モデル。バランスの取れた高性能機として評判を呼び、OCU 市場を独占する勢いに。ジェイドメタルの新作が出るまでは、ですが。ディアブルアビオニクス製、ブリザイア2。フルストを猿に耐久特化型にした、ブリザイアの改良機。フォースやフィフスにはブリザイア L、L に、S が登場しますが、2は登場しないので。2は、マイナーチェンジモデル扱いになったんですかね。高プライズ製、バンパイアアーム。内装アームには、縦装備が付けられない。ならそれも内装すればいいじゃん。ということでガトリングとミサイルランチャーを、ワンセットにした欲張りアームくん。フォースに登場し、DS 版に輸入されましたが、当然そんな機能は実装できなかったので、クソでかい謎のパーツ付きガトリングアームに。あのさ、では感想ですが、動作はブルゼア、腕はブルザイアス。角度は前回出たタイムスに、こっちの方が移動力高いんですよね。腕の武器は変更なし、格闘威力は2アップの傷。肩は単発威力はやや下がりますが、2発から3発に増えるフレームに変更。そんなところですね。では廃工場に潜むという、ハフマンに。真正面から攻め込むと、総攻撃を受けるので、廃工場側面の崖上から奇襲をかけることに。まあパンチャーで崖を移動するのは時間がかかるので、平地を高速移動した方が奇襲になるのですが、今更言っても始まらぬ。一気に行くぞ。いざ3機前進。ミッション22、ハフ
フマンの魂攻略戦。敵はゲンツ1、フルーゲル9、オルガル4、補給者1、そしてグロスターの改良機アルゲル1機の全16機。このステージ最大の敵はアルゲルでもミサイルでもなく崖。工場に向かう途中、2段以上の段差がそこかしこにあるのですが、かつてレイブンが陥ったように真下に陣取られると移動不能になってしまいます。遠距離で倒すのは時間がかかり、その間一方的に敵ミサイルが飛んでくる。そうなるとショートは全く意味をなさないので、最速で降りるか敵を引き込むか、段差に気をつけながら行動するといいでしょう。両部隊が攻撃を開始する直前、テロリストに投降していたフレデリックが静止。なんでそんなとこにいるの。どうにか戦闘をやめさせようとしますが、こちらはともかくテロリスト側がやる気満々。一度戦闘不能状態にしなければ冷静な話し合いは不可能でしょう。機動力に物を言わせた崖下移動で、なんとか最大の難関2段段差の手前に移動。あとは敵ターンに攻撃を耐え、段差下に陣取れば試合終了。寄ってきた敵をいつも通りに封鎖し、アルゲルも吹っ飛ばしてあげましょう。ちなみに BS 版だと工場奥の敵は動かず、崖右側の敵もやや遅く行動しますが、中盤戦が一斉に向かってくるので崖下に陣取るのはかなり大変です。言ってる間にゲンツ爆散。この人いいとこなしだな。ハフマンの魂が答えた切り札アルゲル終了。破壊力の高いライフルに変わっていますが、粉砕されなければ攻撃されていないも同然。そして大型にあるまじきパーツ分けも V 視点の前には無力。ぶっ飛ばしたぜ。ではあとはどんなどんな消し飛ばして、ミッション22攻略完了です。無茶な連中だと呆れるフレデリック。どっちかといえばそっちの方が無茶だと思いますが、いわく彼らはテロリストなどではない。身代金が取れそうな相手を誰かで構わず狙うのではなく、坂田と軍だけを狙う。そこに疑問を感じたフレデリック、手段を試みた結果、坂田はこの島を食い物にしているという言葉を聞き出した。そのハフマン族のゲンツは静かに語った。坂田インダストリーは OCU USN と密通し、新型バッツァーを開発している。そんな情報を手に入れたゲンツは USN の工場に潜入。そこはバッツァーに搭載する制御用の脳みそを摘出するための工場でした。人工受精で培養した脳の制御システムは OCU の独断ではなく、坂田主導による両国の研究。激化するバンツァー市場を制する、ただそれだけのために行われていた。ゲンツの語る真実に坂田は大ショック。親父オールバックに染まってしまったのか。さらに坂田は戦場の負傷兵を死亡扱いにし、脳を摘出する B 型デバイス計画を推し進めている。両国から集めた負傷兵はニルバーナ研究所に輸送され、そこで B 型デバイスのマテリアルとなる。エリートたちが戦い負けた者は素材化。坂田はローセゾ研究素材を手に入れる。もしその話が本当ならば、炎は一時的にゲンツを逃すことを決定。軍機がなんだ、こんな非道を許す軍に従う理由はない。炎はニルバーナ研究所へ向かうのでした。には何でもらえるかしら。基本報酬5000円、三脚攻撃手当16922円といったところで、今回は終了です。次回特別ミッションと工場見学。それでは皆さん、お達者で。